クラキンコは日本で生産、調教された競争馬。馬名の意味、由来は冠名父名より子。共に北海優秀優勝馬の両親を持ち、史上4頭目、頻馬では初の北海道三冠を達成した。北海優秀を両親と娘の2世代にわたって勝った、他ダートグレード競争でも実績を残した。クラキング王は2000年の北海優秀。 王冠賞の二冠を制するなど重賞を5勝し、北海道競馬の第一戦で活躍していた。しかし、2003年のレース中に故障を発生して、競争を中止。予後不良の判断を迫られる重傷だったが、奇跡的に命を取り留めた。その後は現役を引退し、故郷の倉見牧場で治療に専念しながら、功労馬として過ごした後、2006年からは種母登録もされ、 自家主母馬としての役目も担うことになった。初年度の配合相手に選ばれたのは、クラキング王と同じく北海優春など重賞を保賞し、牧場の看板とも言える繁殖品馬、クラシャトル。そして翌年、クラキング王の初年度ただ一頭の産駒、後に、クラキンコと名付けられるクリゲの品馬が誕生した。二歳になったクラキンコは、かつて父を手がけた、道山義則厩舎に所属。 2009年8月11日のフレッシュチャレンジでデビューする。能力検査のタイムが出走馬仲裁会と芳しくなく6番人気であったが2番鉄追走から直線で一時抜け出し2着に赤敗。勝ったのは後に大いに移籍して翌年の羽田坂月を勝つシーズザゴールド。3着に8番審査をつける負けて強しの競馬だった。そしてルーキーチャレンジ。 ザール賞を落賞し、デビュー戦がフロックでないことを証明する。ルールオブロー賞は、最後方から猛然と追い込むも時すでに遅く3着。ダートグレード競争初挑戦のエーデルワイ。自走は、中央の特別指定競争である赤松賞で芝レースに初挑戦するが、先行するも直線で伸びず、アパパネの12着と惨敗した。北海道競馬の前日程終了後、 同年12月からは、大井の中村守る旧社に移籍。東京2歳優秀品馬を目指したが、右前肢に内側肝骨流の症状が出たため、回避して休養に入る。北海道3冠の一貫目である、北斗坂月は、北海道競馬の開幕週に行われるため、ステップレースを使う目的で引き続き、大井に所属し、菜の花と区別から戦線に復帰。 このレースはスタートで大きく出遅れて7着、自走のタンポポ特別では、中段後方から直線で内から伸び、追撃を花さでしのいで勝利する。再び、道山急車に戻って迎えた、北斗坂月では、中段追走から直線で内をついて先頭に立ち、ゴール前は抑える余裕も見せる干渉で一貫目を、制する。続く、北海優勝は4番手から4コーナーで持ったまま、 先頭に立ち、直線でも3頭の南関東勢を完封。記載上に余裕のある勝利で2冠を達成した。その後は、フロイラインカップ、勝木賞を経て3冠目の王冠賞に向かうことになり、フロイラインカップをほとんど追わずに落勝するが、熱発のため、勝木賞を回避して王冠賞に臨む。そしてレースでは5番手追走から4コーナーで先頭に立ち、 そのまま押し切って3冠を達成した。なお、3レースの最大距離差1400メートルは4等の北海道競馬3冠馬のうち最長である。道山町教師は2001年の宮山エンデバーに続いて2度目の3冠馬トレーナーとなった。3冠達成後の初戦となったオープン特別のの際、日高特別は2番手に先行し、4コーナーで楽に先頭に立って、 直線で後続を突き放し、小場との初対決を制した。四冠を目指した、同栄記念は、ファン投票1位で出走。5、6番手に先行し、直線で戦闘争いに加わるが抜け出せず、勝った、同じ旧社のオネスト・ジョン・ラにも交わされて5着に敗れた。北海道競馬のオフシーズンに入った12月には、名古屋グランプリに出走。先行して3番手につけるが、 二週目三コーナー付近で手応えがなくなり、発着に敗れた。この年の活躍が認められ、北海道競馬の年度代表場所を受賞した。2011年の初戦は5月5日のコスモバルク、記念。遠征してきた岩手の三冠馬、ロックハンドスタートの三冠馬対決に、南関東重賞二勝を引っ下げて、北海道競馬に復帰した勝利だ万歳も加わっての、 三つどもへの戦いが注目された。レースでは三番手で折り合い、直線で外目から抜け出すと、追い込んできた勝利打万歳を首差しのいで勝利した。続く、西運章では逃げるリアライズトロイカを最後の直線で首差かわして優勝した。ノースクイーンカップでは、中段追走から直線で抜け出しを図るが、後方から追い込んだ勝利打万歳の脚色が上回り2着に、敗れた。 ブリーダーズゴールドカップでは、インの4番手で競馬をするも中央勢に突き放され、勝ち馬から3.3秒差の6着と大敗した。スティーヤーズカップでは3コーナー戦闘から逃げ込みを、狙うも、昨年の王冠賞で破った侍ジャパンらに刺されて3着。水保賞では先手を取ったものの直線伸びず6着と、地元での地方勢同士によるレースで、初めて掲示板を外す。 二年連続ファン投票を一位に選出された同栄記念ではハイペースを好意で追走したが四コーナーで手応えがなくなり勝ち馬から1.7秒差の7着と惨敗したコスモバルク記念は連覇がかかっていたが二番手追走も直線で後続に捕まり5着に終わった聖運賞では短期逃げを打ち終始束を寄せ付けず昨年の このレース以来の勝利で連覇を達成した。ノースクイーンカップでも逃げる形になったが、4コーナーで捕まり、勝ち馬から2.3秒差の7着と大敗した。オープン戦では、天馬や初戦のシャアの圧勝を許して2着、ステイヤーズカップでも逃げたシャアを後位集団の先頭で追走するも直線突き放されて3着に終わった。3年連続ファン投票を1位で出走した。 同栄記念は6番手追走も先行勢を捉えられず5着。そのだけ馬上へ遠征しての兵庫ゴールドトロフィーは終始後方のまま11着に大敗した。コスモバルク記念は後位追走も離された5着。聖運賞は逃げ馬から離れた2、3番手を追走し直線のビルも買ったスーパーパワーの追い込みに首差の2着と赤敗した。ノースクイーンカップでは 単独2番手追走から直線3頭の叩き合いを頭させして勝利。2着の勝利だ万歳の4連覇を阻んだ。水沢競馬場に遠征して伸び打ち振る。ドリーマーカップは2番手で競馬をするも、後続に早めに捉えられて4着。同映記念のファン投票では3位の票を得たが、出走することなく10月23日に引退を表明。 11月7日に引退式が行われた。引退後は牧場に戻り繁殖品馬となっている。繁殖入り最初の2014年はキングズベストと交配された。これは自身が勝利したレースの副賞の交配権が行使されたものであった。祖母、父の祖母は共に暗み牧場の帰還となった品馬で、それぞれのメス系で最も活躍した馬を両親に持つ。 オーナーブリーディングの欠実とも言える配合。そのメス系は、小祝い農場の基礎輸入品場の一頭である、ウェットセールに遡る。ただし、近親の中央重症カチウマは5代先まで、遡っても、5代母総流の判定ラリのみ、中央 G1 カチウマは、ウェットセール以降すべての子孫を辿っても、バンブービギンのみと、反映している血統ではない。父クラキング王は、 クラギンコ以降も毎年1、2頭に種付けを行っていたが、娘の三冠達成から間もない2010年10月24日に、心不全で死亡し、クラギンコを含めて3頭しか三区を残せなかった。3頭の三区はいずれも北海道競馬で勝ち上がり、クラギンコの前弟クラグ王は2014年ステイヤーズカップで、クラキング王,王との不死制覇を達成。 その他2012年鎌倉記念2着などの実績を挙げた。クラキング王の母クラファストレディのハムアニには、クラキンコの活躍当時に、笠松競馬場の現役最高齢誘導馬として知られた白竜ボーイがいる。母クラシャトルは北海道競馬のほか、南関東、笠松にも転戦し、前述の北海優秀など重賞5勝、北斗ベガの 伝説の大佐価値で知られる1995年円プレス杯にも出走している。祖母、クラネバダンサーも、北斗坂月と北海優秀で、それぞれ3着など同栄で12勝しており、北海道競馬に縁の深い一族である。ありがとうございます。